皆さんこんばんは。今日は東京駅に来ています。今日の東京駅、現在の時刻は21時を回っていまして、夜の東京、ここから動画を始めるとちょっと長距離の旅に出かけたくなる、そんな気分ではあるんですけれども、今回は長距離旅ではありません。今回はこの東京から横浜を目指していきたいと思います。横浜そんな遠くないんだってがっかりされた方いらっしゃるかもしれませんが、いえ、今回の横浜への旅は一味違います。今回は皆さんに最も豪華に、そして最も楽しく、この東京から横浜まで移動をしてみたいと思います。横浜まで移動するとなれば、移動にはいろんな目的とか手段あるかと思います。早く行きたいよって方でしたら東海道線 JR を使われる方がいる一方で、安く行くというわけではありません。東京駅からの起点ではないんですが、東急で行ったり京急で行ったり、いろんな選択肢があるのがこの東京都と横浜間の移動になっています。ただ今回はその中でも豪華さや楽しさを皆さんにご紹介したいと思います。一体それはどんな手段でどれぐらいの時間がかかっていくのか、こうご期待ください。では今回もよろしくお願いします。ということで、東京駅のホーム5、6番線にやってまいりました。今回の旅はまず京浜東北線もしくは山手線からスタートしていきます。右手側の京浜東北線を使っても1本で横浜に行くことはできるんですが、何にせよロングシートということでちょっと豪華さには欠けますね。そして奥側の新幹線って思われた方、残念。新幹線も豪華で楽しい旅にあることには間違いないんですが、やっぱりね、今回の目的地は横浜ですので新横浜ではありません。そしてもう一つの手段を考えた方も残念、違います。じゃあ早速ここから山手線に乗りまして、まずは品川方面に移動してみたいと思います。はい、では早速東京駅を山手線で出発していきます。今回は時間を気にする旅ではないんですが、東京駅を21時7分に出発していったよっていうのを少し覚えておいてください。果たして横浜駅には一体何時に到着をすることができるんでしょうか。東海道線とかでしたら30分もかからずに横浜には着くことができますが、はい、じゃあ早速東京駅から山手線で旅がスタートしていきます。奥側に止まっているこの、上野東京ライン、あの2階建てのグリーン車を使っても横浜までしたら結構高級といいますか豪華な旅はできますし、すごくそれはそれで快適ではあるんですけれども、それもやっぱり今回の選択肢とは違うんです。そのまま山手線は有楽町、新橋と走り浜松町までやってきました。反対側は先に出発した京浜東北線が止まっていて、福福線の面白さをここで見せてくれています。今回はこの浜松町で山手線を降りていきます。はい、ということで東京駅からだいたい10分弱やってきましたのは山手線と京浜東北線の浜松町でございます。ちょうど京浜東北線、山手線横で並んで出ていく、なかなかかっこいいわけなんですけれども、今回はここで電車は降りてまいります。浜松町で降りるとなると、待てと、もしかしてあっちに行くんじゃないのと思われた方いらっしゃるかもしれませんが、今回はちょっと予想とは違う移動になるかと思います。こんな感じで小便小僧くんもいるわけなんですけれども、この上側で走っているとある乗り物ではさすがに横浜に行くことはできません。じゃあここから一体どんな移動となるんでしょうか。ちょうど浜松町の改札に出ようとしている瞬間、あれが来てくれました。左手側を走っているのは寝台特急のサンライズです。出雲と瀬戸がくっついていて、こいつでも実は横浜に移動することができます。僕はまだやったことはないんですけれども、これでの移動もなかなか楽しいんですけれども、今回の移動は食堂車もついていますし、シャワーも誰でも使えるものがついていますしってことで、あのサンライズを超えていきます。はい、じゃあね、サンライズも見ることができましたので、今度こそ改札の外に出ていきたいと思います。ということで浜松町駅出てまいりました。奥には東京タワーが見えてきまして、なかなか夜景が綺麗です。いやー、いいですね、東京の夜というのは。でもね、今回は皆さんにもっと綺麗なものをもっと近くでご紹介できるような乗り物となっています。さあ、ここから先の移動なんですが、先ほどご紹介したここから先の東京モノレールには今回は乗車をしません。まずはこの浜松町駅の北口を出てきまして、東京タワーとは反対側の右手側に、ちょっととりあえずまっすぐまっすぐと歩いていきたいと思います。じゃあちょっとまだ今日は予約をしていないので、ここから今回乗車するものの予約をしてみたいと思います。ちょっとなんか何に乗るのかって若干見えてるかもしれませんが、それは見なかったことにしてください。本日は3月3日の金曜日、現在は21時27分になっています。
出発地は東京、目的地は横浜でございます。まあ、全くもって間違いないかなと思うんですが、これで検索をします。場合によっては豪華さがちょっとブーンって感じになっちゃうかもしれないんですけれども、さあどうかな、空いてるといいな。よし、大人はまあ後で入れるんですけれども、あ、空いてましたね。これです。直前にちゃんと空いていたっていうのが今回のポイントなんですけれども、特等室3010便4680円なんですけれども、こいつ、まあ、他にも特一等とかいろいろあるんですけれども、今回は豪華さをちょっと売りにしていきたいので、まあ、偶然、まあ、直前に空いていましたので、この特等室よかった。じゃあこれを予約して、まず次は目的地に移動してみたいと思います。まあ、そのまま阪和町駅から何も曲がることなくまっすぐ歩いているんですけれども、いや東京はなかなか面白いですね。いろんなビルがありまして、いやすごいお腹が減ってきました。でこんな感じで奥見ていただきますと、ガラガラキャリーケースを引いている方もいらっしゃいまして、今回僕が乗ろうとしている乗り物っていうのがちょっと旅を意識している、そんな乗り物多分乗られるかなと思うんですけれども、っていうのも分かりまして、もうちょっとしたら目的地に到着をしますので、もうしばらくまっすぐ、なんか竹芝港通りって書いてあるんですが、これを直進していきます。あ、奥はなんとユリカモメが走っていました。ということで一番奥までやってきまして、すごい大きな広場、上側見ていただきますと万国旗、まるで船みたいな、そんな場所にやってまいりました。そう、ここが今回、まあ、列車に乗っていくわけではないんですが、次の乗り物に乗っていく場所になっています。名前が竹芝客船ターミナルでございます。まあ、さっきちょっと今回の切符を取る際にちょっと皆さんにはもうネタバレをしていた感はあるんですけれども、ここでまずちょっと手続きが必要となりますので、まずはこの右手側かな、客船のターミナル、いやしかしみんなガラガラ持っててすごいんですけれども、こっから入っていきまして、乗船受付っていうのがあるので、ここに行きたいと思います。まあ、ちなみに船のですね、この後のラインナップなんですけれども、22時ちょうど発の、なんだこれは、パッセンジャー客船っていう名前かな、3010と3500って書いてありまして、大島、神津島って言うのかな、神津島かな、読み方あれなんですけど、神津島行きの22時の船と、あとは八丈島行きの船があるよっていう、そんな話になっております。じゃとりあえずね、全部準備をしちゃいたいと思います。ということで、もろもろの手続きを済ませまして、東京の竹芝桟橋にやってまいりました。奥側にたくさんの、まあ、タワー板が並んでいる中、手前側におります2つの船というのが今回皆さんをご招待していきます。東海汽船と呼ばれる船でございます。左側に止まっているのがサルビア丸という名前で、今日はこの後、八丈島の方に行くという列車、いう 船なんですって。で右側に見えていますこの黄色い船、橘丸というんですが、こいつが終点は大島方面なんですけれども、今回僕らを横浜まで連れて行ってくれる船となっているんですって。いや黄色いですね。はい、で今回の切符なんですけれども、これです。東海汽船、さっき特等を取ることができたんで、特等など取りまして、東京から横浜としっかりと書かれております。料金は横浜までなんですが、1人3750円という、まあ、なかなかに高い料金になっております。まあ料金的に最も豪華といっても差し支えはないように思います。で現在時刻が21時40分、船の出発は22時なんですが、どうやら船っていうのはですね、あすごい、なんかコンテナをなんかこれ上げているんですけれども、結構早い時間から船の中に入ることができるそうなんで、じゃあ早速ここから船の中、日本一豪華、まあ、今回は豪華さを重視して、そして楽しさを重視して横浜に行くんですが、中に入っていきたいと思います。ということで船を見まして、先ほど奥側の乗船券受付所で乗船券の受付をしまして、ここから先は左手側に移動をしていきます。このターミナルの中には山崎ショップの竹芝って呼ばれるものと、奥側にまあいろんな自販機が置いてありまして、あとはレストランハーバーって書いてあるものがあるんですけれども、ここもまあレストランご飯、まあ料金としてはまあ、そこそこなんかすごい居酒屋みたいなメニューになってるんですけども、こんなものもありまして、じゃあ早速船ちゃんの方に行きたいと思います。今回の船の乗り場が B とか書いてあるのかな、あ正面か、じゃあこれで並びながら行きましょう。橘丸、神津島、神津島だったかなの方面に行く、船となっております。いやー楽しみですね。あ手荷物の受付とかも書いてあるんで、飛行機みたいに荷物の受付とかもできるかもしれませんね。はい、じゃあ早速入っていきます。というわけで乗船券を出しまして、ビリッとちぎってもらって、こっから先がいよいよ船となっております。いやーすごい、
いやいや、こんだけ海の近くに、それも東京で来ることがあるのかっていうレベルで近くに来れているんですけれども、黄色い船ですね。まあ以前大桟橋っていう横浜の場所で飛鳥号なんていうのを見たことがあるんですが、それに比べるとちょっと小ぶりな船にはなってるんですが、ただ一つ言えるのはめちゃくちゃ多くの方が船に乗られようとしているんですよね。いやすごいな、結構人気なんですかね。まあでも今回はそんなに売り切れてなかったんですけどね。うん、いや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 、これは面白い。奥側に何だろう、LA とレインボーブリッジも見えてますね。まあ今回はこの後の景色でまた皆さんに楽しんでいただければと思います。じゃあ早速、すごい、まあなんか飛行機みたいな、ボーディングブリッジみたいな感じになってるんですけれども、ここから船の中に入っていきましょう。はい、ということでこんな感じですね。はい、ここから先がすごいすごい、ボーディングブリッジで上がっていくのかと思いきや意外と上がらないんですね。はい、ここから曲がって降りる形で船へということで、なんか案内してくれるらしいんで、一旦ちょっとここで動画もまた切りたいと思います。じゃあ、出ます。じゃあ、ありがとうございます。今これ船に入ってきたんですけれども、この船っていうのがどうやらちょっと外から見てるとちっちゃく見えたんですけれども、2階から6階ということで6階建てなんですって。これ面白いですよね。うん、いや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 、2等和室、2等和室、特2等、2等和室、2等優先席、1等特1等特1等和室、特等特等と書いてあって、右側見るとなんだこれは、あ、エレベーターもこれ船の中にあるんですね。いやすごい、エレベーターがあって、あとはまあ自動販売機とか、まあ、その他の設備もまた後ほどご紹介したいんですけれども、まずは早速この特等なんで特等をご紹介しちゃいましょう。今回は特等を使っていくということで、なんとこのようにルームチャージ券というのがありまして、なんか部屋の鍵を入ってから交換しなきゃいけないんですって。これ本券とルームキーを引き換えくださいということで、乗船券以外にこれがいるんで、こいつを今からあそこの案内所に行きまして交換していきたいと思います。ということで、先ほどの案内所で今交換をしまして、これですね、東海汽船お部屋番号608と書かれたこのカードがお部屋の鍵になってるんですって。いや、すごい、カードキーで開くっていうのがなかなか面白いですよね。じゃあ早速、今は4階にいるそうなんで、ここから6階に行きましょう。いや、中も面白いですね。特2棟とかいろいろ書いてあるんですが、階段上がっていきます。はい、ということで6階まで上がってまいりました。この6階にはここから先の外部デッキ入り口ということで、外後で行くんですけれどもが見えていて、さらにこの右側に客室入り口っていう風に書かれています。ここにはですね、見てください、この扉から先は特等、特一等、一等船室ご利用のお客様専用ですということで、まあ、2等とかね、これらの方は入ってくることができないということで、いやいや、これは特別ですね。しっかりと書いてありますよ、特等ご利用の方以外はご遠慮願いますというふうに書いてあって、特等室、これ VIP ですね、VIP605 から608となっています。はい、じゃあ早速、よいしょ、行きましょう。これ使って開けたかったですね。はい、ということで中に入ってきますと、あ、すごい、ホテルみたいな、こんなね、扉がいっぱいついていまして、今回は608なんで、どうやらここということになっているんですが、定員が2名となっています。あ、ありますね、なんか説明書きが。あ、でもこれ脱出経路か、まあ、いかにも船らしいなっていう感じなんですけれども、65432っていう風に書かれています。まあ、和室とか特にと、まあ、いろいろありますね。じゃあ早速お部屋に行きたいと思います。カードキーを使いまして、よいしょ、これ抜くのがなんか久しぶりな感じですね。あ、しまっちゃった、あれすぐやんないと、あ、ダメだ、あれちょっと大変ですね。お、よしよしよし、ということで開けまして、失礼します。おー、部屋ですね。でもすごい、横浜前でしっかりベッドがついてますよ。早速まずこれお部屋を見ていきますと、ツインベッドがまず横に並んでいまして、でさらにこの横側にはテーブル と、椅子がちゃんとついてますね。でこれ窓ですね、ちょっと窓は後で開けてみましょうか。であとはテレビがついてますね。はい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 、あ、テレビいけますね。すごいすごいすごい、これテレビチャンネルご案内って書いてあって、まあ、入る場所、東京湾の外に行くと BS、 あ、でも BS 行けるみたいですね。であとは、ね、Wi-Fi もついてるんでネットも優秀ですね。うん、であとはなんか航路表示とか書いてあるんで、まあ旅走と動いてる間は旅に、航路案内にしておきたいですね。であとは時計もついていて、10時発でもうすぐ船が出ているよっていう時間になっています。
あとは設備としてはこれ何ですかね。ちょっと電気つけてみましょうか。よいしょ。よいしょ。おお、これはすごいですね。まずこれ手洗いがついているんで、ここでもちろん洗面をすることができると。でドライヤーもついてますね。でドライヤー、あ、これはさっきの列車でもよく見るタイプですけれども、ということでこれはサンライズと同じですねのドライヤーがついていると。んで、あとはこれか、シャワーですね。いやーすごい。サンライズのシャワーは6分間なんですけど、こいつは多分時間制限書いてないんで、シャワーも使えますね。これは後で使いたいと思います。あとはトイレですね。トイレもこのようにウォシュレットのトイレがついているということで、いやすごい。バスタオルも全部2人分ついていますので、これは豪華ですよ本当に。やばい、横浜まででこれでいいのかって感じなんですけれども、まあ、一応ね直前に、まあ、空いてればっていうことで撮らせていただいたんですけれども、おお、なんか言ってますね。なんかドラの音は、これもうすぐ船が出るってことなのかな、ちょっとわかんないんですが、一応こんな感じで浴衣もついてますね。浴衣もついていて、これなんか持ち帰れるらしいんですけれども、タオルかプチタオルみたいなものも2人分あって、あとはすごい丁寧にお茶も用意されてますね。紙コップもすごい多いな、うん、めちゃくちゃたくさん。お、あ、はいはいはい、出航5分前とかでドラが鳴るらしいですね。あとはこんな感じですね。ポットもついていて、あとはよいしょ、こんな感じ。あ、すごい、お水もくれるらしいですね。いや本当ホテルと同じですね。横浜まで行くとは思えません。あとはこんな感じでスリッパもついていると。いやー、これが今回のお部屋でございます。じゃあ最後に窓を開けてみましょうか。じゃあね、ちょっと窓を開けてみました。うわ、これ外を眺められるような窓になっていまして、ちょっとじゃあせっかくなんで窓のね、部屋のライトを消していただきたいと思います。どうすか、これですよ。東京の夜景がめちゃくちゃ綺麗ですね。これ寝ちゃいそうだな。いやー、僕船めちゃくちゃ苦手なんですけれども、この景色はたまらないっすね。いやー、これ独占、右側見てください、レインボーブリッジもすぐそばでございます。いや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 、はい、じゃあ早速間もなく船が出発していくということで、わあ、さすがこれ深夜も走るって感じですね。4時半とか書いてありますけれども、よし、出てきて、うわ、もう出てやった、早い早い早い。というわけでちょうどですね22時に船が阪和町の竹芝桟橋を出発していきました。奥側で見送ってくれてる方もいらっしゃいますね。いやー、いいですね。これは東京の船のど真ん中、東京のど真ん中をここから移動することができるっていうのがめちゃめちゃ楽しいですね。これが展望のデッキになっているんですけれども、本当に多くの方がここにいらっしゃっています。こんな感じでやっぱりいろんな、こうなんて言ったらいいんだろう、救命胴衣とかっていうのがたくさん置かれていまして、奥側ですね、サルビア丸が今日はまだ止まっていて、うわ、これすごい、スカイツリーですね。スカイツリーも遠くに見えているという、これは贅沢ですね。これ贅沢すぎて死んじゃいそうなんですけれども、そんな贅沢な旅っていうのが今ここで竹芝桟橋からスタートしております。いやー、これは最高ですね。うん、ということで奥側の方に行きますと、さっき船が停泊していた場所っていうのがよく見えているかと思うんですけれども、あそこ側ですね、あそこから今回の船が出発をしているって感じになっています。いやー、いや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 、いいですね。いやー、まあ船はね苦手意識がありまして、どうも乗る気にはなかなかならないんですけれども、これ乗ってみると意外といいもので、東京湾っていうのも非常に落ち着いていますので、これは乗ってよかったな。いやー、とりあえずこの後でめちゃくちゃ、うわ、これもすごい、東京タワーがフランス柄ですよ。横浜まで行くのにこれだけの感動を体験することってなかなかできないんじゃないかなと思います。いや、サンライズでは決して体験することができない、そんな景色をここでは今楽しむことができています。そして皆さんご覧ください、車窓って船で行っていいのかは分かんないんですが、進行方向こちらが正面なんですけれども、青色のレインボーブリッジが近づいてきました。今回のこの船はこのレインボーブリッジをどうやらくぐっていくみたいです。いや、僕ねこれレインボーブリッジくぐったことないんで、すごい初めての経験ですよ。ちょうど左側見えていますのが、フジテレビですね、お台場も見えているんですが、これを真下からくぐれるなんていうのがまず最初のイベントですね。船が出て今、10時7分ということで、やっぱりここは列車とは全然違った速度なんだなっていうのがあるんですけれど、じゃあ早速レインボーブリッジをくぐる体験を皆さんと一緒にしていただきたいと思います。上側くぐっていくのがレインボーブリッジで、ゆりかもめと車が走れるようなそんな場所になっています。真っ黄色の船、上側レインボーブリッジ、最高の景色ですね。
いやーこれはいいですね。いやいやいや、お、なんか案内をしていますね。はい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 、ということでちょうどレインボーブリッジです。おおおおおお、すごいすごい、わーわー、すげー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 、レインボーブリッジをくぐってますね。いやーすごい、まあ、ちょうどアナウンスも流れているんですけれども、やっぱりレインボーブリッジ見ちゃいますね。いやーすげー、いや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 、ということで今レインボーブリッジをくぐっていきまして、ここから先、お台場の方をくぐっていきまして、さらに東京湾を進んでいくことになります。あー、レインボーブリッジを過ぎた後なんですが、これすごいですね。これまででは体験できないこのアングルからの東京の夜景ということで、いやーレインボーブリッジお台場の方から見えてまいりまして、東京レインボーブリッジを正面に見ることができて、さらに左手側は東京タワーも見ることができているという、めちゃくちゃ素敵な綺麗な景色になっています。いやこれは楽しいな、まあ、正直ここにずっといてもですね、そのまま横浜まで景色ずっと楽しんじゃいそうなんですが、今回はあくまで横浜までですので、他にも楽しみたいことはたくさんありますので、一旦ここら辺で行きまして、船の中体験していきたいと思います。ただその前に見てください、奥側羽田空港が近いということで、飛行機が降りてくるそんな様子もここでは見ることができました。いやもう本当にここから先も京浜の工業地帯とかを走っていきますので、これもこれでもう本当に見逃せませんね。いやこれはすごい、左側のお台場、そして奥はちょっとなんか大きな船なんていうのもいましたね。うん、いやすごい、これ見ていただくと羽田空港着陸ラッシュですね、たくさんの船がこのようにおりましたよ。いやーすごい、いやいやもうなんかだんだん語彙力が不足してきたんですけれども、羽田空港に降りていく船なんていうのも、でですね、飛行機なんていうのも見ながら、ここから先まだまだ移動をしていきます。すごい、ちょっともう船の中行こうと思ったんですけど、まだまだ面白い景色が続いていて、僕見てください、船の上に所狭しと並ぶコンテナですよ。コンテナが大量に乗っていまして、こんなに乗るんですね。これも船じゃなきゃ見えなかった景色じゃないですか。上から見てください、なんか宙を舞ってますよ。うわすごい、なんか謎のなんか生物みたいなものが宙を舞って、コンテナかな、 UFO キャッチャーみたいですね。コンテナを今これ拾いに来ようとしています。これこういう風に使っていたんですね。 ONE って書いてあるのかな、の船だと思うんですけれども、そんなのが見えまして、トラックが所々動いていくのも見えまして、うわすごいすごいすごい、コンテナありましたね。おー、コンテナを開けてまた奥の方に行くなんていうのを見ることができましたよ。いやいやいや、すごいな。いやー東京横浜でこんなに、いやこれすごい。さらに奥側も同じようなキリンさんみたいなのが流れていきまして、またまたこれもいい景色ですね。あ、皆さん見てくださいよ、奥側にゲートブリッジも見えているんですが、上側ですよ、上側。さっきちょっと遠くで見えていた飛行機と、これめちゃくちゃ近い場所を飛んでいきそうですね。いや、おお、音も聞こえてきた。ああ、旋回してますね、旋回。これどうやら羽田空港の近くっていうのも、これ船は走っていくそうなんで、ほぼ真上ですね。うわうわすごいすごい、来た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 。うおーおお、これは紫、タイ航空かな。バンコクから来たみたいですけれども、いやお疲れ様でした。いやこれはすごい、うわ上を船飛行機が飛んできましたね。うおーおー、あ、ちょうどあれか、あそこが羽田空港なんですね。いや飛行機が今ちょうど降りる瞬間をこの真上で見ることができましたよ。さらに上といえばじゃないんですが、今日ねなかなか動画では見えない、あ、いやそうでもないな、見えてますね、星が見えるんですよ、星星。東京でなかなか星ってね見ることできないかと思うんですが、東京の都心部で星をねちょっと見ることができるということで、いやー今日は住んでて非常に健康的にも良かったです。あ、すごい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 、わかりました、あれ奥側飛行機がこれ降りてくる時のライトだと思うんですけども、ライトがこれピカ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 、こっちへどうぞっていう風に光ってますね。羽田空港をこのアングルから見ることもなかなかできないので、これはすごい、あー素敵ですね。奥側見るとこれが滑走路、さらに奥はもう横浜が見えてはいないか、さすがにですけれども羽田空港ですね。いやー夜の空港って本当に好きなんですけど、とにかく一つ言えるのは羽田空港大きいですね。こんな感じでずーっと続いていくということで、3000メーター級の滑走路とかやっぱ言うんですけど、
空港にいるとね、なんかこの大きさってなんかこううーんって感じがするかもしれませんが、遠くで見てるとこの空港の大きさってより感じいただけるんじゃないですか。いやーすごい。北側に降りてくるとこんな感じで椅子とかデッキがついている空間なんていうのもありました。これもこれでいいですね。でなんかちょっとタバコの匂いがそこはばらなく漂ってきたんで、この辺はもしかしたらタバコを吸うことができるのかもしれません。であとはこんな感じで下側に降りていく場所もあるみたいなんですが、これは立ち入り禁止になっているみたいですね。すごいなんかタバコ臭がするんですね、うん、でここがまた5階の、客室入り口となっているみたいなんで、ここが一等系統のお部屋等々があるという場所みたいですね。じゃあここを行きますと、まずこれトイレですかね。トイレがありまして、トイレはどうやら洗面台もあって立ちのトイレもあって洋式になってるみたいですね。洋式良かった。で今回の、船なんですけれども、たくさん時刻表があるな、わかんないな、あこれかこれかこれか、大型客船って呼ばれている船で、22時に、東京出て横浜に23時20分着、23時30分で最終的にこれですかね、上津島ってとこに神津島から行くんですけど、10時まで走るということで12時間最長でこの船に乗ることができるみたいですね。うん、でまあ料金とかもいろいろとついていてって感じみたいですね。であとはこのフロアは基本的に、おなんかこれもすごい船っぽい、なんかの動画で見たことあるんですけれども、何がここにあるよっていう風に書かれていて、ここはなんかペットちゃんがいる場所もあるんですね。ペットちゃんと自動販売機、自動販売機は特等にもあったんで特等で紹介しますか。で、あとはこれ下か4号車じゃないな、4階はこんな感じでなんか貸し毛布券売機ということで、毛布は場合によってはこれ売ってるんですね。であとはなんか手荷物置くとこがあったりとかっていう感じになっているみたいです。はい、じゃあとりあえずじゃあ下の方、あここか、4階にレストランとかもあるんでそこも見ていきたいと思います。という方で5階なんですが、6階の自動販売機がちょっと非常に寂しかったんで5階も入っていいところだったんで入ってみました。こんな感じでジュースたくさん売っていまして、料金は170円ということで、まあ普通の場所の自販機よりも10円ぐらい高くなってますかね。ですごいフルーツ、これはもういきなり売り切れということで、まだ出たばっかなんですけどね。であとは缶のお茶とかもありますね。でこれ上の階にもあるんですが、ビールです。免許証を入れて買うことができるらしいんですが、280円で札幌と恵比寿もありますよ。あとは札幌なんかこれゴールドスターと呼ばれるお酒とかキレートレモンとかがあって、あとはお腹空いた人用でパンが売ってますね。パン150円のパンとおつまみ柿の種、まあ、あとおつまみとキットカットとかお菓子も売ってるってことで、これめちゃくちゃ楽しい、いろんなものを売っています。ということで4階に今度は降りてまいりました。この4階にはどうやらレストランがあるということなんで、次はレストランを皆さんにご紹介していきたいと思います。おあすごいですね、これフリースペースみたいな場所もねたくさんあるんですね。でレストランなんですけども、その隣にこれタバコがありまして、まあタバコがあったらそれは買う人もいますよね。いやでも臭いな、タバコは売らなくていいんじゃないかなって気はしますけどね。はい、そしてこのようにレストランなんですけども、立花っていう名前のレストランで10時半から24時ということで、ちょっと短いですね営業時間は。あなんかいろいろ書いてありますけどね、うん、とりあえず1時間半だけ営業するらしいんですけれども、食券が用意されていて、すごいカレーとか、なんだこれは、アンゲゲリジェリーか、あとかオムライスも食べれて、ラーメンもいけるみたいですね。あとはうどん系もあって、まあ、全般的にちょっと料金高めですけども、まあ、餃子とかシューマイビールがあって、まあ、あとは夜メニューみたいな、小笠原には行かないんですけど、小笠原のチューハイとかもあって、あとは氷とかもあるんですね。ということで、この中ね、レストランだけじゃなくって、他にもいろんなものがあるので、ちょっとね、入ってきますと、このレストランがまた人気でしてね、めちゃくちゃ多くの人で溢れてるんですよね。まあ、外側見ながら旅することができるのは楽しいかと思います。そして、この中に入ってくると、自動販売機が用意をされていまして、このように、これは多分24時間行けると思うんですけども、船といえばね、結構カップヌードルというかカップ麺っていうのがなんか定番らしくって、250円でいろんなうどんとかラーメンっていうのをこのように売っておりました。まあ、これも同じかな、フェイバリットヌードルズと書いてあって、奥側に来るとこれさっき一等のところにもあったのと同じですね、さまざまなおつまみ等々が売っていて、すごいこれリーダーも載ってるんですね。で奥に来るとすごいオリジナルの絆創膏とか
売っていまして、ガチャガチャができるのかな、あコンテナとかいいですね、うん、がありました。ここにお湯がありますので、お湯をひねってお湯を入れてカップラーメン食べるっていうのもありみたいですね。あいやいや、レストランもあってしっかりしてますね。そして4階再び奥見ていきますと、これが案内所になっていまして、さっき書いてあった貸し毛布なんですが、1枚100円でまあ売ってるというか貸してくれるみたいです。毛布がないということなんですかね。でこれがなんか航路上の波の情報とか書いてあって、この上側に予想図とかっていう風に書いてあって、さらに上側にはすごく詳細にどこどこが天気がどうだとか、波が何メーターで入れるとか入れないみたいな情報が書いてありました。伊豆諸島の方はなんかうねりを伴うと書いてあったんで、うやっぱり横浜で降りてよかったかなってちょっと思っちゃったんですが、どうでしょうか。でこれが到着予定時刻書いてあるんですけれども、横浜はもう時間書いてないですね。神津島方面のもう大島から先が書いてあるって感じです。あとはこのプラコップの販売はどういうことでしょうか。サンライズであればのびのび座席も全員用意されているんですが、どうもそうはいかないみたいです。公衆電話は100円とエディ対応で10円では使えないらしいですね。さらに奥に進んでいくと、生鮮品の冷蔵庫預かりというふうに書いてあって、4キロまではなんか料金決まっているみたいなお魚さんのマークが書いてあって、こういう部分は釣りに行かれる方もいると思うんですけれども、そういった方対応っていうのがなんかちょっと独特な感じがしますよね。まあそれを裏付けるように荷物置き場を見てみますと、こんな感じで釣りに行かれる方々のお荷物なんていうのも置かれていまして、まあ大きな釣り用具って言いますかも落ち込めるような雰囲気になっています。さらにこれが一般客室の自動販売機なんですが、さっきの貸し毛布券売機っていうことで、券売機で買ってさっきの案内所で交換することもできるというものになっています。ここも同じくでお酒の自動販売機、ラインナップはほぼ変わりません。またこれはあでもちょっと多いですね。松竹梅とかカルピスサワーとか書いてあって、さまざまなお酒があるのと、あとはアイスクリームですね。これは JR と違ってハーゲンダッツとかが売っていました。クーリッシュとかも売っていたんですが、全体的に料金はお高めで、やっぱり船ってのは高いんでしょうか。あとはサントリーのジュースは上で見たのと同じですね。ここもフルーツオレは売り切れていたんで、最初から売りはなかったんでしょうかね。であとはここ4階から下なんですけれども、2棟2棟という感じで、結構雑魚寝のお部屋っていうのがたくさん用意をされていました。まあ詳細についてはウェブサイトから見ていただけたらお部屋についてわかると思うんですけれども、とにかくどこもかしこも混んでいて、特にこんな感じで場所によっては2段ベッド、それは特に棟ってやつなんですけれども、すごいですよね。昔の栄新台開放みたいな、そんな場所も用意をされていたのが印象的です。あとは船の中でなんかこう所々で宴会をしている方もいらっしゃいまして、すごかったのは普通に通路で5人ぐらいの方が座って宴会をしていまして、いやこういう文化なんでしょうか、まあ、僕にとってはちょっと慣れない文化なんですけれども、通路で宴会している方がいたのと、あとはシャワーコーナーも用意してあって、これは全員使うことができるんですが、特等は無料で時間制限はないんですが、他のシャワーっていうのはこんな感じで1回100円、まあ、サンライズは330円なんでそれよりも安いんですけれども、100円硬貨1000円で5分みたいですね。5分のシャワーっていうのが用意をされていました。ただこれはシャンプー等々は用意されていなかったんで、これについてはどこで買ったらいいんでしょうか。窓口ですかね。ここまででちょっと売ってるとこは分かんなかったんですけれども、シャンプーがないっていうのはサンライズと違っている。ただまあ安いよっていうのがシャワーとして用意されていました。はい、じゃあ近くなんでここからエレベーターに乗っていきたいと思います。なかなか船のエレベーター乗ることもないですもんね。おーおー、なんか行ってますね。でまあこんな感じでいろんな階数がついてるんですけれども、まあ、今回は6階なんで、6階と甲板っていうのがなかなか面白いですけれども、守谷エレベーター、まあ、ここから上側に上がっていきたいと思います。まあ、今日は、ね、非常に混んでいたんで客室すべてご紹介はなかなかできないんですけれども、まあ、ネットとかで見ればですね、それぞれの客室の写真とかがありますので、よかったらそちらの方でも確認をしてみてください。じゃあ再びこの特等室に戻ってまいりまして、ゆったりとね、今度は客室でシャワーとかも浴びちゃいましょうか。はい、じゃあ早速お部屋にまた戻ってきまして、さっきのこの袋の中にこのようにシャンプー、コンディショナー、ボディーソープと歯ブラシも全部ついているんで、
もう完全にこれもうホテルと部屋と同じですよね。まあ、さっきのシャワー100円浴びるシャワーでは残念ながらシャンプーとかはなかったんで、多分案内所ちょっと売ってる場所はよく分かんなかったんで確認できなかったんですけれども、で買うと思うんですけれども、まあこんな感じでやっぱりこの部屋の中も時間制限ないのはありがたいんですけれどもありませんので、じゃあとりあえずちょっとねこれを使いながら、あ、これはもうシャワーがあったら浴びないわけにはいかないと思いますので、ここでシャワーを浴びてちょっと浴衣でも少し着たいと思います。じゃあね早速シャワーを浴びていきますよ。シャワーなんですけれどもこんな感じになっていまして、ちょっと水圧を確かめたいとこですね。よっこいしょと、よし、じゃあいきますか。これでおいしょ。おー、あ、結構ちゃんと出ますね。あ、いやこれ時間制限なしで浴びれるのがたまらなくいいですよね。あ、温度も、あ、比較的あったかいな。うん、悪くない悪くない。ということでこんな感じでね、じゃあシャワー浴びていくんですが、設備もしっかりしていましてね、どういうことかって言いますと、このように水が出てこないようにしっかりと段差みたいになっていますので考えられてますよね。あとはまあ揺れちゃった時用にしっかりと手すりもあるんで安全にシャワー浴びられそうです。いやー、ということでシャワーを浴びさせていただきました。船の中でまさか横浜に行くだけでですね、こんなシャワーも浴びさせていただきまして、さらには浴衣まで着させていただきましたよ。いや、これは楽しいですね本当に。いや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 、まあでもそんなことをしているうちにですね、時刻ももう11時を間もなく回ってまいりまして、テレビがこんな感じでねついているんですけれども、よいしょ、あ、なんだ、放送を受信できなかった、今の位置かなを見ていきたいんですが、よいしょ、こんな感じですね。船はすごい、間もなくこんな感じで直進で横幅に入ろうとしているみたいですね。奥側竹芝から、おーおーおー、なんだなんだなんだ、お楽しみくださいということで、ありがとうございます、楽しんでます、はい、なんですけれども、こんな感じで直進で、あ、早く案内して、早く案内をって感じなんですけれども、多分ねもう横浜に入るよっていうのがこれでお分かりいただけるかと思います。おーおー、なんだなんだ、あ、大桟橋までもうあと約8キロということなんですね。近いですね。で、名古屋が出てきました。まあ多分名古屋に行くわけではないんですけれども、名古屋っていう風に書いてあって、現在17.7 ノットという速度で船は走っているということになっているみたいですね。いやー、なんかまだまだゆっくりしたいなっていう気分ではあるんですけれども、もうすぐ横浜に着いちゃいますということで、もう船で多分お部屋でゆっくりできるのも10分ぐらいだと思いますので、まだね寝てないんですよね。これやっぱちょっと寝ないわけにはいかないなということで、とりあえず一回布団に寝たいと思います。これベッドサイドなんですが、すごいたくさんスイッチがありまして、ベッドの横のライトっていうのもですね、おー、明るい明るい、明るさを変えて移動することもできるんですって。あとはこれは音声かなの調節もできるみたいで、あとはちゃんとコンセントもついてますから、これは便利ですね。あとはこれを調節すると、お、足元灯もつけることができそうなんで、まあ、夜にしっかりと対応してますね。あとはこれがお部屋のライトかなになっているみたいです。じゃあせっかくねこれベッドありますからね、フルフラットですよ。これ伸び伸びの時とは違ってちゃんとね布団もありますので、まあ、そんなにね幅は広くはないです。何センチかわかんないんですけど、そんな広くはないんですけど、よいしょ、あ、なんか冷たいですね船がね。あ、ちょっと失礼しますけど、ということで、なんかトワイライトエクスプレスみたいなカラーなんですけど、じゃあちょっとねこれで、あ、枕もこうなんかストローみたいなのが中に入ってまして、あ、いいですね。あ、寝ちゃうぞ。それではね少しねゆっくりしたいと思います。あー、景色もだいぶ変わりました。横浜の景色がちょっと見えてまいりまして、といってもまだ中だとなかなか見にくいんですけれども、もうすぐ到着みたいです。下側をご覧ください。こんな感じで船の白波が結構綺麗に見えていますね。まあ、これずっと見てると多分酔っちゃうんでしょうけど、こんなものを綺麗に見まして、なんかすごいこのうさぎさんのお尻みたいなのがこうついていて、これ何かなと思ってたんですけど、多分これ揺れ対策というか、あの支えになってるんでしょうね。ちゃんとコップもこんな感じでヤクモみたいになんか入れ込むような雰囲気になっていました。さあ、楽しい時間もそろそろ終わりということで、まもなく横浜に着きます。じゃあ横浜に着くということで、最後にですね、車窓として、いやというか、船から見える景色としてめちゃめちゃ素敵なスポットがあるみたいなので、じゃあ部屋を出ましてですね、外から最後見ていきたいと思います。はい、じゃあ本当にこんなに豪華な移動で横浜まで来てしまったということで、この部屋にじゃあお別れを告げていきたいと思います。いや、シャワー君もありがとう。いや、本当に楽しかったな。じゃあ船を出ていきますということで、
これね、本当に特等の一番いいメリットとしましては、お部屋を出てすぐそばにこんな感じでね、特等を出ましてデッキに出ることができるんで、これがいいっすよね。うん、いや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 、でアナウンスもこれ流れないんですね。もうあと5分ぐらいで到着をするよってものになっているみたいなんですけれども、多分横浜で降りる人っていうのはあんまり想定されていないということで、アナウンスは特に何もありません。さあ、そしてですね、まもなく後ろ側景色見えてきまして、わかりますでしょうか、橋でございますよ。また来ました、ベイブリッジです。最後到着する寸前にベイブリッジをくぐって、最後大桟橋に到着をするんですって。今回は横浜は横浜でも大桟橋と呼ばれる場所で終点となっているようです。アナウンスはないとはいえ、横浜の港にしっかりと到着をしますので、こんな感じでお客様が入ることができない場所では接岸の準備というのが着々と進められておりました。さあ、そんなお話をしておりましたら、後ろ側から迫ってまいりましたベイブリッジでございます。横浜のベイブリッジですね。レインボーブリッジとベイブリッジを両方1回の船の中で体験することができるという、なかなかに贅沢な、これが今回の橘丸東海汽船でございます。さらに奥側を見ますと、さっきはお台場が見えていたかと思うんですが、今度は横浜のみなとみらいが見えてまいりました。みなとみらいですね。いやー、すべてなんて言ったらいいんでしょうか、綺麗な景色を全部楽しみながらやってくることができたということで、これは贅沢でしたね。いやー、じゃあいよいよベイブリッジをくぐっていきましょう。はい、ということでベイブリッジに差し掛かりました。このベイブリッジはさっきのレインボーブリッジとは異なりまして、ユリカモメは通っていないような場所になっています。お、はい、ということで今入港のアナウンスが入りましたね。さあ、そんなアナウンスを聞きながら、いよいよですね、上側ベイブリッジくぐっていきますよ。おー、おお、おお、すごい、ベイブリッジの下からも行くことができました。いやー、いいですね。さあ、こんな感じでベイブリッジを今くぐりまして、いよいよ横浜大桟橋へと入港していきます。さあ、いよいよね、今回の旅も終点なわけなんですが、ただまあ時間は結構かかっちゃいましたんで、まあ本当にね、なんと言ったらいいんでしょうか、時間に余裕がある方におすすめなのが今回のプランなんじゃないかなというふうに思います。まあ、さっきとは違って奥側スカイツリーや東京タワーはもう見ることができませんので、やっぱりね、横浜と東京の景色の差っていうのもこういう部分で感じていただけるのではないでしょうか。もう奥側をご覧ください。奥側にホテルニューグランド と、タワーみたいなものが見えてきまして、あちら側が山下公園ですね。まあ、多分昔山下公園を歩く生放送なんていうこともしたぐらいに、あそこら辺は横浜中華街、元町中華街駅付近なんですけれども、それを今度は海の方から見ることができるということで、初体験ですね。こういうのもできるんですね。いや、すごい。ということで、ちょうど山下公園から多分逆に言えば結構綺麗にこちら側も見えるってことなんですね。で、みなとみらいが右側にこう映ってきまして、この正面わかりますか？この大きい場所っていうのが確か大桟橋で、アスカ2も止まっていたような場所なので、ここに今船は向かっているということになっているようです。時間が23時20分着なんですけど、もう20分超えていまして、今日はちょっと遅れているみたいですね。はい、ということでこんな感じですね。今放送でも間もなく到着するよっていうアナウンスが流れてきまして、みなとみらいのホテルがたくさん見えてきましたよ。さらにはコスモクロック観覧車も見えてまいりました。いやー、素晴らしい。めちゃくちゃいいですね。右手側に見えて左側に見えてということで、そして今、まあ、アナウンスでも、まあ、さっき話をしましたが、横浜で降りる方なんていう風にアナウンスされていますように、東京横浜間で船乗る方も若干名多分いるんでしょうね。うん、というわけでそういった方に対象としたアナウンスも流れてきました。そしてさらに奥側見ると赤レンガ倉庫も綺麗に見えておりますね。いや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 、もう観光はこれでバッチリですね。まるでこう海版のハトバスといったところでしょうか。いよいよ右左側にこう曲がっていきまして、みなとみらいを見ながら、大桟橋に入港していきます。すごい、今度は正面にみなとみらいになりましたね。いや、これも海から絶景ですね。2つのホテルに観覧車、綺麗に景色に収めることができておりますね。
いや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 、さらにこれで赤レンガ倉庫も入ってきますので、完全にこう横浜周遊コースになってますね。いやちょっとやっぱりあの公園とか港未来からですと全部の景色を一気に映すことはできないんで、やっぱりこう海だったみたいですね。横浜の最高の観光スポットは海だったみたいです。こうなんかウィーンとかなんか言ってますね。これもう着くんですかね。あ、奥だ奥、これが大桟橋になっていて、多分ねこれは先頭からキュッて入るんじゃなくって、海からクッとこうなんか方向転換をしながら入港するというものになっているみたいですね。うわ、船のことも全くわからないんですけれども、まあ、ちょっと食わず嫌いだったかなという感じですかね。ただまあでもこれ以上やっぱり船乗るのは不安だな、主体ですけども、まあ、とりあえずね大桟橋に今船が入港しようとしています。はい、ということで奥側の大桟橋上側で結構こちら側見てる方もいらっしゃるんですけれども、おお、なんか投げた、あ、こんな感じで投げて船とね今これくっつけるみたいですね。ちょうど見えてますね、下側に横浜という風に書かれてるんですが、大桟橋って名前なんですけども、ここがどうやらですね横浜港という名前にもなってるんですかね。はい、ということでこれで、あ、すごい地上と連携を取りながらいよいよ入港になるみたいです。しかし周りの船が白いから白い部分を見てみますと、この船黄色いんでなかなか目立ちますよね。はい、あ、ウェルカムトゥ横浜って書いてあるのか。はい、ということで、おお、これだ、これであそこにくっつけると、お、あ、位置の今これ調整してるのかななんですけど、これで船が到着をして、あ、なんか間違ってるのかな。まあ、それはそれとしまして、あ、すごい近づいてきましたね。あ、皆さんこんにちは、横浜やってきました。ただまあ僕らはあくまで東京駅から来てるんですけどね。はい、ということでこれで着岸しましたので、いよいよ船の方を降りていきたいと思います。すごいちょっと下船しようとしてるんですけれども、この横浜からも乗ってくる方がめちゃくちゃ多いですね。いやー、まあやっぱりね東京だけではなくって横浜の人もターゲットにしてるっていうのがこういう部分でお分かりいただけるかと思います。そして4階に降りてきますと、すでにドアが開いていて、着岸のボーディングブリッジでしょうかの連結の準備が整っておりました。奥の方からスロープのようなものがやってきまして、これで、この船と連結をするんですかね。まあ上側の方から行くわけではないんで、海から数えてちょうどこの港が4階相当かなっていうのがお分かりいただけるかと思います。まあでもこれだけ大きい船なんですが、降りられる場所っていうのは非常にちっちゃいっていうのがちょっと面白いかもしれません。以前ご紹介した四国九死フェリーとは違って、車ではなく人のみが降りられるよっていうのがまたポイントかもしれません。でこのように紐でくりくりと結びつけまして、反対側もかな、まあ揺れないようにというか安全なようにってことでドアをつけて、で下側のこのなんだ、マットみたいなものをつけると、いよいよ下船ができるという流れになっているみたいです。いやー本当に、まあ、結局1時間10分ぐらいか遅れたんで、1時間半ぐらい船に乗っていたんですけれども、これで今札が外れまして降りていきたいと思います。いや本当に立花丸さんでしょうか、楽しかったです。じゃあここから横浜港に僕も降りていきます。まあ、実際僕ら以外にも数人の方がここで降りてきましたので、意外と知ってる方もいるんでしょうか。こんな感じで降りてきますと、すごく広いまるで滑走路みたいな港をボーディングブリッジやってきまして、3段ほど降りてきまして、そしてこの奥側でしょうか、ちょうど今船の荷物の準備もしているんですけれども、やってくるとここで乗船券をお渡しをしまして、これで船から降りたという感じです。で右側を見ると、まあ、本当に多くの方が船に乗られようと準備をしています。こう上から窓を見ると意外と特等の窓が大きかったんだなっていうのと、こちら側からはたくさんの方が見送ってくれてるんだなっていうのがちょっと嬉しかったです。立花丸となっていまして、でここから上に上がっていくんですけれども、この大桟橋すごく木を特徴にして貴重にしていますので、なんかこうビーチを歩いているようなそんな感じがしました。こんな感じですごい皆さんですね、こう荷物ガラガラとかを持ってる方がいらっしゃったんですけれども、これでも直前に切符を買った際には満席になっていなかったんで、まあ、そういう意味で言うとあの船ちっちゃく見えて意外と大きいんだなっていうのを改めて認識させていただきました。ということで船を上がってきまして、あ、すごい列だったんですけれども、もうほとんど人がいなくなりましたね。でそしてこの右手側、今度は東京の竹芝よりも綺麗にこれ今船が見えるようなそんな場所にやってきたわけなんですけれども、真っ黄色の立花丸、さっきのお船にあったなんて言ったんでしょうか、あのベッドの足の部分っていうのは多分この立花丸のカラーリングだったんですかね。
意外と黄色黄色って話をしたんですが、前方を見ると結構緑っぽさもありますね。でこんな感じで横浜でも一つなんかコンテナが積み上げられるのかなということで、こんな今の積み込みなんていう作業もここでは見ることができました。奥側に見えているのが港未来になっていますので、いや船と、まあ、ここね大桟橋すごくマッチしてますね。いや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 、あ、わかったわかったわかった、おお、あ、こういう風になるんですね。で帝国ですと22時20分に到着して22時30分には出ていくっていうものになっているんですけれども、今23時35分なんですが、まだ船はね出ることができないということで、まあ船で遅延はあるあるなんですかね。ちょっとあんまり僕も詳しいことはわからないんですけれども、結構遅延が進んでいるっていう感じになっているみたいです。わーすごいな、おー、東海汽船っていう風に書いてあります。多分、まあ、この伊豆大島での島々へですね、いろんな、まあ、商品というか、あの、荷物を運ぶっていうのにも、この東海汽船っていうのは一役買ってるんじゃないかなと思います。おぉ、こんな感じで、今、タラップ外しましたね。これで全員が乗船したということになるようで、まあ、こっからがいよいよナイター営業ですね。次の寄港地は、大島で、確か6時に到着をするということなんで、7時間ぐらい、こっから先は船で走っていくってことになってるみたいです。こんな感じで窓が結構ありまして、さっき僕たちが乗っていた特等は一番上のフロアになっているので、よくよく見るとこの窓のサイズっていうのも各個室で違うっていうのがお分かりいただけるかと思います。まあ、完全個室になっているのは今回の特等と特一等だけみたいですね。あとはこう、おお、すごいすごいすごい、外しました外しました、早いですね。一気にやろうとなったら結構早いということで、お、外してこれで上に上げて巻き上げて、ここから先でもう出ていけるということで、いよいよ船の出発みたいですね。はい、そしてもうこんな感じで紐を外した瞬間から船はこう横にすごいスライドするような形で横浜港を離れていきました。すごいですね、横スライドっていうのは船っていうのはできるんですね。うん、でこんな感じで奥側なんですけれども、扉が今ちょうどこれで、お、すごい、下船口がこう閉まりまして、船がパタリという感じでこれでおしまいかな。でここから船が出ていきまして、まあ、いわゆる本当の役割である伊豆諸島への船の役割へと変わっていくというものになっているみたいです。まあ、ただ東京と横浜間で普通に何だろう 5,6 人ぐらいは乗っていらっしゃったんで、まあこういったちょっとした夜景を楽しむ会みたいな感じになるんですかね。うん、なかなかこれも素敵だったように思います。はい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 、ということで離れていきました。ちょこっと離れまして、そこからですね出ていくよっていう感じで、お、部屋の中からこっちを見てる方もいらっしゃいますね。いやーすごい、これ結構皆さんがですねライトを焚いてお別れをしてくれているわけなんですけれども、ディズニーみたいでいいですね。うん、ディズニーでもこうミラコスタとディズニーシーってよく見るかと思うんですけれども、いやー皆さんこのから先ゆっくりと夜休んでいただきたいなっていうふうに思うんですけれども、あ、嬉しいですね。いやー皆さんバイバーイ。いや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 、楽しいな。これね、見送っていただくのも嬉しいですけど、お見送りするのもなかなか楽しいですね。いやー皆さんバイバーイ。いや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 、素敵な船旅をということで、いやーここからお別れですね。いやー1時間ではあったんですけれども、それ以上に非常に充実している船旅でしたね。いや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 、という号で、まあ、今回はここまで今やってきたんですけれども、大桟橋はあくまで途中となっていますので、一応横浜駅までのアクセスという号で皆さんにお話をしていきたいと思います。まあ、もっと早くから移動してもいいんですけれども、まあ、とりあえず船なんで、まあ、時間は気にせずにという号で、まあ、これで立花丸くんはお別れをしまして、じゃあ大桟橋から一体横浜駅までどうやって行くのかっていうのを最後にまたお話をしていきたいと思います。じゃあね、皆さん本当に船旅行ってらっしゃい。そしてこれで外から一旦こう中に入ってまいりまして、ちょうど奥側見るとさっきいたとこの奥にはアスカって書いてありまして、アスカラウンジ、アスカ2ですね。そんなものもここから出ているのを確かめることができました。すごいですね、めちゃくちゃ広いんですけれども、多分これ僕らだけなのかな。ウェルカムトゥ横浜ということで、まあ、ここから出国される方もいるのかなだと思うんですけれども、こんな感じでね、すごく広い空間を出ていきます。いや、豊かクラブとかな、よくわかんないですけど、いろんなものありますね。うんうん、あ、ここで東海汽船か。さっきまでは多分営業していたんでしょうね。切符を買うことができたりなんていうブースもあって、すごい木でね、広いんですけれども、こっから出ていくという感じになります。結構遅くなっちゃったな。23時45分になっています。で、ターミナルを出てきますと、ここにバス乗り場とタクシー乗り場が用意をされているんですが、まあ、バスもタクシーもいないということで、まあ、交通、公共交通機関を使うほかなさ
そうですね。まあ、それこそアスカとかが来た時はたくさんタクシーが来るんでしょうけれども、現在は特にそういったものはありません。そしてこの奥側の方上がっていきますと、大桟橋の何て言ったんでしょうか、いわゆるデートスポットみたいな綺麗な景色見える場所になっていまして、ここもなかなかいいんですが、まあ今日はねそれはちょっと置いておきたいと思います。ここから日本大通りという駅を目指していきたいと思うんですけれども、とにかくですね、降りてまっすぐまっすぐ歩いてください。感じでこう歩いていますと、奥側にね綺麗にみなとみらい見えていて、観覧車も綺麗ですね。ここは本当に歩いてるだけでも最高ですよね。やっぱり横浜駅でダイレクトに到着すると、こういったところに来るにはわざわざ逆に移動しなきゃいけないんで、今日みたいな逆に大桟橋に着いてくれるっていうのはめちゃめちゃありがたい交通手段かもしれません。あそこでね駐車違反を切られてる方もいらっしゃったんで、できればですね駐車場に停めることを結構お勧めしたいと思います。結構夜でもですね取り締まりを行っているのがこの大桟橋付近となっています。ということで奥側まで歩いてきまして、ちょうど交差点、名前はないんですけれども、なかなか歴史的な建物が多そうですね。ちょうど正面には東横インが見えてきて、横浜スタジアム、ハマスタも近くなってきた場所になっていて、ちょうどこの右手側見ていただきますと、あそこが港未来線の日本大通り駅になっています。 JR で行きたい方はさらに奥の方に行きまして、 JR の関内駅、ここからまだ 500-600 メーターはあると思うんですけども、そちらまで行くっていう選択肢もあるんですが、まあ、今回は距離重視ということで日本大通り駅を目指したいと思います。ということでこのまま港未来線が見えてきまして、日本大通り駅、県庁、大桟橋、ここから下がっていきます。港未来線は地下にありますので結構地下深いんですよね。まあそれだけ逆にあってなんかこっと趣深い部分もあるんですけども、ここから地下に入っていきます。はい、ということで改札口にやってまいりました。ここから先は0時1分、武蔵小杉元住吉となっています。じゃあ早速ねここから列車に乗っていきたいと思います。はい、というわけで最終的に列車に挟まれる形で日本大通り駅、奥に横浜が見えていますが、ハマスタに近いのでこの日本大通り駅は横浜ベイスターズも模しているというそんな雰囲気になっています。ここから先列車に乗るともう横浜駅まで行くことができます。料金的には関内駅に行った方がいいんですけれども、距離的には日本大通りの方が約 5,6 分ぐらいで到着をしますのでおすすめだったりします。この日本大通りから横浜までは 1,2,3 駅となっていますので、だいたい10分ぐらい時間がかかっちゃいます。まあそれぐらいですね場所が離れているんだよっていうのが大桟橋と横浜駅の距離感です。まあ東京と浜松町、そして竹芝桟橋と同じくらいと言ってもいいかもしれません。まあこんな感じで路線図になっていますが、3月18日からはこの日吉から先、新横浜方面、相鉄が加わるのもちょっと面白いですよね。はい、まあそんな話をしていましたら列車は横浜に到着となります。これで今回の目的地である東京から横浜までの移動が達成された、ということになるわけですね。日本横浜間は6分ほどという号で、やっぱり先ほどの東京と浜松町も6分ぐらいでしたのでほとんど同じですね。なので、まあ、本当に距離感が同じで、まあ、ちょっと面白かったんですけれども、これで横浜駅到着は達成されますので、ここで列車の方を降りていきたいと思います。まあ、深夜なんですけれども、かなり多くの方がこの列車に乗られようとしておりました。はい、ということで0時3分に横浜に到着をしました。だいたい9時ぐらいに東京駅を出ましたので、3時間ぐらいかかって横浜に来たということになります。このエスカレーターめちゃくちゃ速いですね。3時間で来ましたので、だいたい20分ぐらいで東京と横浜間移動することができるんですけれども、まあ今回はなかなか壮絶なちょっと長距離な旅になったんじゃないかなというふうに思います。いやいかがでしたでしょうか。東海汽船、お船を使ってまさかの豪華に移動というのが今回のテーマとなっていたわけなんですけれども、まあ、普段はですねこの船乗ることはできません。基本的に乗ることができるっていうのは金曜日と土曜日っていうのが、東京から横浜の方に向けて行って、そして土曜日と日曜日っていうのが横浜から東京方面に行くことができるというそんな感じになっています。まあ、今回は東京横浜間を使うということで、伊豆大島方面に行かれる方をやっぱりメインにしていますから、直前に特等室の予約をさせていただいたんですが、
逆に、まあ、横浜から東京の場合はそこで空いていればそこまでで使う方はいらっしゃいませんので、まあ、気兼ねなく早めに予約するっていうのも多分できるかとは思うんですが、まあ、あくまでターゲットはターゲットで場合によっては乗るだけ券みたいなものも売っていますから、まあ、なかなかに普段では体験できない東京と横浜の豪華な景色も合わせた特別な眺望と特別な時間というのを過ごされるというのも皆さんはいかがでしょうか。東京と横浜といえば、まあ、ともすれば混んでいる列車に乗って焦って移動するっていうのが一般的かとは思うんですけれども、逆に言えばこの近い距離だとしても船に乗ってなかなか普段は味わうことができない特別な体験というのができるっていうのもこの東京と横浜間になっていますので、そんなちょっとなかなか遠くには行けないけど旅してみたいなって方にはぜひおすすめなのが今回の東海汽船です。皆さんもよかったら東海汽船のホームページから予約をしてみてください。いや本当になかなかかけがえのない素敵な夜景体験をさせていただくことができました。ただ特に東京から横浜に行った場合は船は遅れがちなので時間、列車の時間や接続、終電にはお気をつけください。はい、ということで今回の動画は終了したいと思います。この動画が面白かったという方ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。バイバイ。